はい、では次に同じような状況からこの度は45度のプレイヤーがフロントカットします。ではゆっくりやってみます。ボールを受け、ここまで同じですね。プレイヤーをダメですね。その時にパスを返してこの空いてるスペースをこの空いてるスペースを45度のプレイヤーがします。パスゴーのプレーをします。 意図的にここスペースを作ったこのスペースを今度は45度のプレーヤーが攻めてみます。ははい、い。もう一度やります。 はいではここではいもう一度やってみてみましょうはいこの45度のプレイヤーがトップにボールを戻す際に2つの足の使い方があるかと思います普通にノーマルにパスして1 2、フェイントを使ってインサイドボールをもらうパターンともう一つはパスをしながら切れていくパターンの2つあります後者、えー、のですねパスをしながら 切れていくパターンはトップからの、うん、タップパス、えー、パスですねこれが戻るのがちょっとタイミング的に難しいと思います、えー、上手なチームはタップでボールを戻すことができますが、えー、練習を始めたばかりのチームはこのステップもう一度やってはい。このパスこのカッティングに対してトップからパスを入れるのは難しいと思いますもし入れるならこの選手がタップパスで返してみてくださいでは タップパスで返してみましょう。1回はい。こういう形でタップパスになるかと思います。ここで気をつけなければならないのはパスしてください。はい、パスして切れてえ、はい、パ,パ,パスしてもう1回。切れていったプレイヤーにこのディフェンスがこういう状況でですね。後ろからカットに来ますので。もし。 パスのプレイヤーのラインを越えてしまったらパスはもうできませんこのディフェンスからカットが入りますからですからこのプレイヤーからのこのライン、まあ、見えない線ですけどもこのラインを超える前にタップパスで返してみてくださいはいじゃあもう一度やってああ今のようになるとディフェンスがカバーに入りますのでカットされる可能性もありますその際はディフェンスの手の上をパスするようなことを を心がけてて練習してみます、はい、ではパスはどちらででもいいですパスをして逆サイドにこれも12のステップを踏んで切れていくパターンかランニングパスをするパターンかプッシュパスをするパターンかどちらかを選択してやってみてくださいはい OK いボール読んではい えーっとですね、もう一回ボールもらってこのプレーヤーも自分の目の前にディフェンスを入れることを想定します。はい、パスをします。逆サイドに足を踏んでディフェンス、ボールマンのプレーを引きつけときます。まだ動きません。あのプレイヤーが今度パスをする瞬間に横にずれます。はい、横にずれてこの瞬間のこのスペースをパスができます。えー、チームによっては、はい戻して もうパスする前からもうボール寄っているディフェンスがこういう状況になりますとなるとこのプレイヤーがボールを受けるためにさらにサイドラインの方に寄っていくそうすると角度がなくなってパスをすることができませんですからボールを受ける人のタイミングというのもダミーのディフェンスをつけながら練習をすることが大切だと思いますはいじゃあ続けてください